どうもお疲れ様です。それでは今回は第27週目テクニカルで見通していきましょう。7月1日から5日の27週目でございます。今回はね、やっぱり161円台での介入があるかなっていうところで、介入を警戒したまま27週目に突入していかなくてはならないってところですね。えー、ご覧いただくようにテクニカル的にこちらの方にね、急激な上昇が起きてるわけですよ。 すすごいですよねここが特に際立ってますけども、こっからズバッズバッと高値がどん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 切り上がってるところ、それが見えると思います。で、こんな形で上昇が急激に進んでるもんですからね、まあ、そこまでのこれ、期間、見てください。で、ゴーンと横ばいのところが急に尖ってるでしょ。まあ、こういうふうになってくると、介入は避けられないかなっていうところと、ただ、直近でもう2回介入してますんでね。 私の読みだと、あと一回介入をすると、また数ヶ月間、まあ、場合によって半年ぐらい、介入というね、奥の手が使えませんので、まあ手詰まりになるっていうところがあって、この三回目の介入っていうのはかなり慎重に打ってくるんではなかろうかと思います。まあそうは言ってもね、一時的な効果しかないとは言っても、介入しなければならない時もありますんで、まあこれは以前からお話ししてるように、日銀だけがね、単独で介入できるわけではないんですよ。 やっぱり米国債を放出して円に換えるっていう作業ですから米国債を売られて困るのは米国債を購入してもらうことによって利益を上げているまあアメリカってことなんですよねでアメリカが IMF を通じて日本政府にどうするかこうするかっていうまあすり合わせと言いますかねほとんど指示ですよねこれが入るわけなんですよねで日本の経済もうまくいってないように アメリカもまた苦しいんですよ。逆に言うとアメリカは苦しいから、その付けを日本に頼らざるを得ないっていうところなんでしょうね。まあそんなところでね、この27週目は、ま介、あ、入ってものがちらつきながらの1週間になると思います。しかも材料が多いので、突発的に160人にバーンとね、入ってしまうことっていうのは結構あるんですよ。そうなると、今週は1週間ちょっと、かなり慎重に見ていかなくてはね、 材料で161円とか162円に突入して、そのまんま、えー、介入をね、誘発するってことにもなりかれませんので、その兼ね合いで、まあ、トリガーを仕掛けながらやっていくことになるのかなと思います。はい、えー、それではね、今、月足を見ていったわけですけども、月足を見ると、これ12本で1年ですから、だからそうですね、このあたりで1年でしょ ?1 年。このあたりで1年。2年。 3年前、まあ、このあたりから軍事侵攻があったところですね、だそれまでは結構穏やかだったんですよ、上がったり下がったり、穏やかなんで、実はね、トレードしにくいのはこういうところなんですよ、ね、レンジになってるでしょ、でトレンドの時って、もうほとんど倍だけで勝っていけるわけですからね、7割から8割、迷ったら倍に入れとけば、とりあえず勝てるというね、そういう流れがトレンドですから、だから今、結構トレード的にはいい時期なんですよ、世間ではね、円安になって困ってるでしょうけども、 だからこそ一方的な円安の時に私たちは個人的に金持ちができると。まあそういうふうなね3年間を過ごしてきたわけなんですよ。それが、やっと介入がね、161円に相まって、ちょっとトレンドがこれで終わるかなっていうところなんですよね。まあですんでボーナスタイムはそろそろ終わりみたいな感覚です。じゃあ週足を見ていきますね。次は週足なんですけども、 はい、週足も一方的なトレンドが見て取れます。ぐーっと上がってきたものが、一旦は下がるんですけども、それを押し目にして高値を更新して、さらに高値を更新してって感じです。細かく見ると、前回介入があったのがここ、介入した途端、このように陰線が強く出ました。でもそれが回復して、今ね、前回の介入水域よりも円高の、円安の方向に突出してるってことになります。ですんで、今に、今に、 介入が入るんではないかなっていうふうに多くの投資家さんが思っております。で、月曜日にね、材料の影響でいきなり161円からスタートってことはあり得るんですよ、午前中に。まあそうなると、まあ、ざわつくでしょうね。新しい財務官。はい、これがデイリーです。これ、週が明けて月曜日になると、ここが、ほら、移動平均線もバーッと開いてるでしょう、うん。だからこれね、上に行きやすいんですよ、テクニカル的には。 まああの月曜日は朝から8時50分からいきなり材料が入りますのでその材料によって突き上げられるかそれとも冷まされるかっていうところがありますんでちょっとね午前中は大注目でございます、まあ、テクニカルとは言いながらねテクニカル的には上に行くんですよでも材料が入るのが分かってるんでそれをちょっと無視して語ることはできませんただテクニカルだけで行くんだったらもう上に行くだけですもう今週はね材料が控えてますんでね テクニカルの話をね、テクニカルだけですることが難しいですね、さすがに。はい、じゃあ4時間の方です。こうなってくるともう月曜日の相場にかわってくるわけですけども、この移動平均線の赤いところにぶつかって、ピンセットのようなこの横並びの陰線4線、それが上に向かっている特徴になります。 このピンセットはね、次に上に向かいますよってサインですからね。さらに上昇トレンド中に移動平均線の赤いところにぶつかってるんで、まさに上の方に向かう条件は揃ってるわけですよ。だから通常でしたら月曜日、倍から入って OK なんですけども、8時50分の材料がありますので、ちょっと待てという判断になりますね。で、1時間を最後にお話して終わっていこうかと思います。1時間。1時間で見ると、このように、どちらかというとレンジの方に見えますよね。えっ、ー、と、上昇トレンド中のレンジなんで、 このレンジを抜けて上の方に行くでしょうっていうふなテクニカル的な判断になります。で、ゲ先を抜けたら、いよいよ上の方にバスッと抜けていくって感じです。で、材料の話しますけども、月曜日の材料によって、このゲ先をいきなり抜けるかもしれないよってことなんですよ。そうなると、本来ならブレイクアウトで倍の方にもっともっと追撃入れればいいんですけども、161円台の半ばが見えてくると、さすがに介入圧力が来そうだなと。 いうところで、なかなか月曜日の一発目からポジション取るのは厳しいなというところでございます。午後からポジション取りは検討していきましょう。それでは